みなさんこんにちは、りなです。今日は横浜家系ラーメンを食べたいと思います。こちら、はい、家系ラーメンです。ここは名古屋のお店です。初めてですか？そう、私は家系ラーメン食べたことないと思う。こんなにラーメンが大好きなのに。本当に最近なんかラーメンも多い気がする、動画とかで。ということで今日は人生初家系ラーメンをドイツ人が食べます。楽しみです。行きましょう。入りましょう。うわ、美味しそう。美味しそうじゃない？めっちゃうまそう。見てこのラインナップ。写真がついてるのがありがたいね。確かに。で、味噌と塩と醤油3つともあるよ。はい、社長さん決めました？決めました。もうお金手に持ってますけど。そうだよ、あの当店一番人気の醤油とこのネギラーメンの塩。オーケー。レナが一人で2つのラーメンを食べようと思ってます。すごい、最初から空気満々じゃん。嘘だよ。ちなみに俺ね、のり増しが欲しい。あ、そういうこと。はい、ということで着きました。なんかいろんな情報があるんだけど、壁に書いてあるんだよ、ここ。そうそう、麺の硬さ、味の濃さ、はい、油の量。それ選べれるんだね。選べれる。どれにします？ちなみに硬め、濃いめ、多め。まあ何、母の希望。こってり、まあ最初は普通でいいかも。そうだね、もう初心者なので。しかも今日さ、2個食べるじゃん、ラーメン。あ、はい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 。どっちかを普通にして、どっちかを硬め、濃いめ、多めにしてもいいかも。オッケー。じゃあ定番のやつをもう本当に定番の普通にして。オッケー。醤油は普通で、塩の方は硬め、濃いめ、多めで。はい、大丈夫ですか？そうしましょう。ちなみに今店員さんが教えてくれたけど、はい、3時まではライスかサラダが無料でついてくるんだって。すごいね。びっくりしたのがサラダがついてくるのが、ね、私いつもあのラーメンを食べに行くときに、うん、なんで炭水化物に炭水化物なのって思ってる。それが日本の文化ですよね。ラーメンにライスという。そう、私だったら炭水化物のラーメンに野菜が欲しいからサラダがセットになってるのが、このお店が本当にもう私の心をよく理解してくれてる。あ、でも今俺ライスって言っちゃったよ。だからそれ定番でしょ。あ、もう一個のラーメンを食べるときにサラダを選べばいいんじゃない？いや、ライスでいいと思いますよ。よく考えてますよ、私は。どうしたんですか、社長さん、上見て。あ、なんか本当にいろんな情報がこの壁についてるんだけど、一番上になんかお店の美味しいわけ、だこだわり。ランランテこだわりとかだね。あの真ん中のコラーゲンがたっぷり。コラーゲンたっぷり、女性に優しい。プルプルするんだって、肌が。だからかな、私の肌がプラプラ、プラプラじゃなくて。肌がプラプラしたらやばい。肌がね、どっか行っちゃうの、歩いて。どっかに。プルプルね、日本の。プルプルしてるのが、私はよくラーメンを食べてるからかもしれないよ。女性に優しいコラーゲンたっぷり、肌がプラプラします。いつも私の日本語をバカにしてるの？無添加だって。うん、それが大事。あとはうまさ極上、最高ですね。楽しみですね。はい、社長さんちょっとお金ください。あのここのトッピング見てたらさ、このうずらの卵、はい、追加が欲しくなって。5個って書いてあるやん。5個も欲しい。150円。はい、ちょっと何、あのお小遣い。お小遣い、俺のお小遣い150円だからね、月に。何もできませんよ。優しいよ、週に150円。はい、はい、ありがとうございます。大人が悲しいです。まあ、それはあのお金を使いすぎてる夫にお金を渡しすぎると困るので、はい。わー、来ました。めっちゃ美味しそうだよ、これ。これは特にすごいよ。すんげーうまそうじゃないですか。うん、あ、匂いも、あ、あ、お腹減った。お腹減った。確かにこの香り、うわ、やっぱめっちゃいいよね。ちなみにね、これは定番の一番人気家系ラーメンの醤油味。そうで、こだわりの何、三芯じゃない、なんて書いてある。三芯、三芯。何、何、日本語できないよ、なんて書いてある。こだわり何、こだわり生鮮。三芯。三芯絡まったんですか。野球ですか。ちなみにすごい、海苔だけトッピングしました。海苔増し8枚だって。すごいね、これ無料だよ。さすがジャパン、さすがジャパン。ライス小盛り。これは小盛り？小盛り。これが小盛り？社長はびっくりしてますよ。日本人の皆さん、これが小盛りではありません。確かにこれ中盛りか大盛りだよね。これは普通にあの私の家でライスを食べたらこれが大盛りというもの。さすが、さすが家系ラーメン。はい、それではいただきます。まずはスープだよね、日本人の皆さん。そう、よかった。レナも勉強になってきた。基本的に私は麺から食べるよ、動画を撮らなければ。わ、すごいね、色とかもこってり感、油がちょっとなんか、そうそう、匂いが。あ、え、なんかさっぱりだよ。嘘。
おー、美味しい。あら、2杯目もスープいくんですか、社長さん。美味しい。夏の暑さにこれがめっちゃいい。今日暑いもんね、35度ぐらいじゃない、猛暑だよ。本当に暑い。今日汗をかいた塩分、全部戻ってくる。もうスープだけでいいやあ、よかったよかった。ルナちゃん、今日スープだけだって。俺に麺が残るかなじゃあ、ね、あ、麺いくの結局それはそうでしょそれはそうでしょ。この麺結構太いね。太麺だね。もっちり、結構もちもちしてる。で、スープの味が絡めてる。美味しい。ちなみにこれね、普通だからね。だから私だったら、多分硬い方が好きかも。トッピングいっぱいついてるからね、これ。そうだね、あのチャーシューもあるし、ほうれん草もあるし、あとはネギもあるし、と海苔。ちょっとこれをスープに、お風呂みたいなお風呂スープすごい表現だね。美味しそうではないよね。え、そう。うわ、うまそう。やば、海苔やば。お、分かってますね、社長さん。こんな感じで、うわ、美味しそう。どうですか。めっちゃ美味しい。あの、海苔増しにしたのが良かった。誰のこれ提案でしたっけ。イエス、タカ、よくやりましたそう、海苔増しね、いいんだよね。海苔うまいんだよ。あとは、ほうれん草。ちょっとなんか野菜が入ってるのがいいよね。そう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 、家系ラーメンって言ったらね、ほうれん草と海苔と煮卵。あ、それいつものトッピングって感じだと思う。俺もそこまで詳しくありません。タカがね、よく何も分からずに喋ってるだけだよ皆さん気をつけた方がいいよ。箸がどんどん進めますね。それはそうでしょ。チャーシューも食べたいです。チャーシューもこう巻いて食べる感じ。いや、チャーシューは別にチャーシューだけで言っても、もう味わいだね。巻いて食べたら美味しいんじゃないの。そんなことするかいないんじゃない。こんなことする人。そう、でも美味しそうだよ自分の好きなように食べるのが一番いいからね。だよね。急いで食べ過ぎてむせておりますこのチャーシュー全然脂濃くないし、スモーキーじゃないけど、なんだろう、こうなんかグリルされた感じの、はいはい、ちょっとする。いいね。うまそうやもんね、マジで。タカも食べたいの。いや、そりゃそうや。今、レナ社長が一人で箸を進めております。おいしい。ちなみにね、ライスもあるからね。あー、ここにね。これをディップした方がいいでしょ。そう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 、スープにディップしたライス。これ部活だよね、これ。いや、なんで皆さんこれを注文してるかわかるけど、あの、炭水化物に炭水化物やめた方がいいんですよ、皆さん。スーパーデブ活だよね。そう、健康的ではない。健康的ではないと言って2杯目行くからね、ましたすごいよね。止まんないよ、やばいやん。美味しいから。ちなみに海苔とスープでご飯を巻くっていうのもあるからね。 OK、 すぐにやります。よかった、俺海苔追加しといて。トッピングしなかったらさ、でなら全部海苔食って終わったやん。ご飯に巻く。あ、そうそう、今テカテカやん。見てください、この幸せそうな顔。いや、めっちゃ美味しい。うまかった。レナ社長が水飲んでる間にバクバクバクっとちょっとだけ食べました。だからそういうチャンスしかないよ。こういう私は違うことをやってるタイミングでタカがもうスッと取ってドラ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 じゃないと俺が食べるなくなりますからね。でもタカがあの、まあ、皆さん日本人と同じように食べるのが早い。ラーメンが、そうだね、終わり終わり。レナ遅いからね。私がレナまだ進めないからね。進めない。はい、もう一杯お水飲みますか。優しい、はい、じゃあこれを飲んでる間にめちゃくちゃうまいです。水、あれ取られましたね。それ私の水飲み終わったら取られましたね。ちなみにね、味変もできるんだよ、これ。あー、テーブルに置いたら、ここか。あ、豆板醤、豆板醤とニンニク。どっちからいく。じゃあ、ニンニクからいきます。ニンニクからいきますか。でな、ニンニク大好き。ニンニクモンスターだもんね。いや、生のニンニク常に口からニンニクの匂いしてるよね。ニンニクばっか食べてるから
めっちゃニンニクの香りする。しますね。はい。ニンニクとっか。皆さん知ってますか、レナのバロメーター眉毛のシワ具合がどれだけうまいかを表現してますからね。どうだった、これ眉毛がめっちゃ上がった感じだよ。うまいよね。じゃあ次はこれも、あ、豆板醤、これ辛いのかな。辛いよ。辛い、うん、辛い。や、豆板醤辛い。あ、ドイツにないのか。ない。はいはい、これぐらい。そう、溶かして溶かして、わかんない。そう、うわ、これにつけて。あ、それでもいいよ。うわ、やば。これこんなん最高やろ。なになに、見ないでもらっていい。うん、うん、あ、これも美味しい。辛いけどちょうどいいからさ、うまいっしょ、うん、あ、両方美味しい。おばあちゃんも、なんか両方混ぜる人いますか。いるんじゃない。いいじゃん、もうこれあとさ、残り少ないからさ、こっちのスープに入れてもいいかもよ。そうだね、そうしよう。どんどん箸が進んでますね。それはそうでしょ。うまくなりました。え、麺がいっぱい。私のラーメンだよ。あ、そうなんですね。じゃあ2杯目は私のラーメンってことよろしいですか。海苔3枚残ったんで、次のラーメンにお引っ越ししようか。そうだね。1個目、ごっちゃんです。すいません、あの、これ追加でラーメンは、固め濃いめ、はい、なんだったっけ、多め、固め濃いめ多めです。はい、はい、ありがとうございます。味は味噌か塩かどっちか。あ、そっか、いいよ、選んでいいよ、いいよ、はい、塩で、はい、塩です。来ました。うわー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全然違うものに見えるんだよ。塩ラーメンのネギと、あとうずらまちまちにした。だからうずら大好きでしょ。そう、うずらの卵大好きです。めっちゃうまそうじゃん、めっちゃ豪華になった、ね、これ辛いのかな、なんか色的には。あ、辛ネギかな、もしかしたら。食べたらわかる。そうですね。じゃあスープからいきます。で、これが、濃いめ、油多め、固め、濃いめ、多め、うん、油が多い感じはする。あ、わかる。よりさっぱりする。美味しい。あの、2個目で塩が、あ、よかったかもね。よかったと思う。はい、じゃあこれちょっと溶かして、あの、麺が下に隠れちゃってるもんね。そうだ、トッピングがめっちゃ多いから。うん、うん、美味しい。うん、あんまり硬さが分かんない。私のバカ舌かもしれないけど。バカ舌を発揮しております。そうだよ、もう美味しいよ、もちろん。このラーメンはネギが特徴的でしょ。ネギで、本当にネギがすごい量だよ。うん、シャキシャキして美味しい。全然辛くない、バランスがめっちゃいいよ。辛い。何が。あ、ネギ後から来る。うん、あ、ネギも美味しいね。おい、ほとんど。うまそう。何が、どうした。コントやってるみたいな。そんな熱いうずらの卵噛んだ瞬間、うん、もう中からもうじわーっとした、あの卵のあれの、あ、美味しい。タカが私のラーメンを食べちゃってるから、うん、タカのラーメンだけど。すごい発言出たね、今。爆弾発言出たね。俺のラーメンでも2杯目は。もうジャイアン出現だよね。ジャイアン爆誕。私のラーメンを食べてるから、ちょっとサラダも間に食べようかなと思って。発想がすごいね、ほんとに。うん、あ、だから本当にラーメンはもっとサラダ出した方がいいよ。これさっぱりしておいしい。これもね、無料だからね。めちゃくちゃ食うやん。だからこれさっぱりしてめっちゃいいよ。ちょっとタカに失礼なかもしれないけど、まずタカの目の前に行ってるからね、ラーメン。あの、タカのラーメンを勝手に味変させて。あ、どうぞどうぞ。あ、いいの。豆板醤とニンニク、こちらにも入れますか。はい、いや、ニンニク本当に美味しいよ。あ、本当に何の料理でもニンニクがあった方がいい気がする。続けてまた、あの、本当にこれすごいいい匂いはするよ。ああ、美味しい。まあ、辛いのもいいかもしれないね。
タカはちなみにどっちが好きだった醤油か塩か両方うまかったけど、あ、両方美味しかった本当に。でも一発目の醤油のスープがめっちゃうまかった。なんかこのお店の一番人気でしょ、うん、醤油がね醤油、うん、わかるよ醤油がめっちゃ美味しかった。でも味噌も食べてみたいなと思って。ああ味噌もあったからね名古屋人としてはね。そうそう名古屋今日は無理だけどでも2杯目この塩っていうのもさっぱりしてるからさっぱりして、そうそうそう。でも2杯を食べる人いないよタカさん。ここにいるここにもうちょっと映しとこうかな。ここにいるよ。だって見て 今目の前にあるじゃん。なん食べてないよ。およく嘘つけますねそんなにすごいな伸びきりました。なくなりましたよ。ごちそうさまでした。美味しかった。最後の一口まで美味しかった。もちろん。すごいやん。いいけど、俺はびっくりしてます。大体ラーメンは最後の一口まで食べるものじゃないの？そう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 。だよね。ラーメン屋に来たらね。そう。これが礼儀ですからね。こう最後のスープの一口まで飲み切るという。はい。本当はあのパンとかでこう。お皿についた一滴まで。そうそうやりたい。はい、ごちそうさまでした。食べましたね。2杯塩と醤油と大量ご飯もこのお腹の中にすべて吸い込まれていきました。ちなみにね、最近ねコメントでねレナのねお腹はブラックホールだねって言ってた。まあそうかもしれないよ。すべてを吸い込むような。そうブラックホールだけど残念ながらカロリーがあの消えない。体に脂肪となって。お尻とか太ももとか顎とかについてきちゃうよ。ちなみに今日2種類ラーメン食べて、はい、固め濃いめ多め普通もう一回注文するんだったらちょっと変えるかな。何が一番うまそうですか。麺固め味が濃いめ油が普通か少なめか。はいはいはい、そんな感じ。油を少なくすると、うん、よりヘルシーだよね。確かに。はいはいはい、お腹に入っていってもその後にね体に油が残らないからね。残らない。その面でも考えるとそんな感じで。え塩と醤油だったら醤油。はい、まあ、それもお店の定番だから、まあ、そうだね一押しだもんねこの店ね。そうそう、だから両方美味しかった本当に。あ、美味しかったです。食べましたね。食べました。見えないけど食べました。あのラインが綺麗だよ。今何？映さない方がいいかな。重心映さない方がいいかな。顔だけ映しておけばねバレないからね。そうレナの動画見てこんだけ食べるけどスタイルめっちゃいいねって言ってくれる人が中にはいますよ。皆さんあのこの動画で優しいコメントだけお願いします。でちなみに皆さんが家系ラーメンを食べるときにどういう食べ方をしますかとかこれもやった方がいいよとかありましたら、うん、ぜひ教えてください。ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。